はい、実況させてもらってます、シロクマンです。よろしくお願いします。今日はですね、このね、ハドソンのですね、キャラバンシューティングになりましたね。こちらね、キャラバンのね、シューティングゲーム大会でもね、採用されたゲームでしてね、ヘクター87ですね。こちらをね、やっていきますので、よろしくお願いいたします。スタートね。これね、あれなんですよ、2分モード、5分モードってあるんですよね。点数をね、競えるモードですよね。2分以内に 何点取れるか、5分以内に何点取れるかっていうのね、競えるモードですね。あ、すげえ久しぶり。第3回のね、キャラバンシューティング大会の作品 のね、ゲームでしたね。はい。まあね、久しぶりなんでね。まあ久しぶりなんですけど、まあ、あれかな。3面まで行けたらいいとこかな。まあそんな行けないかもね。2面で死ぬかもしれない。2面難しいからね。どうかな。1面はクリアできると思うんですけどね。まだ一発も食らってないからね、ダメですか。あ、しまった。あ、ちょっと間に合わなかった。こいつはまあ、いなくなるのを待った方がいいね。足元はめっちゃ減った。結構一面も難易度高いんですよ、このゲームね。割と難しいんですよ、一面もね。この敵がね、怖いんですよ、この茶色いやつがね。めっちゃ減るんだよね、あれ。音楽はいいですね。なんかちょっとボンバーキングと似てますもんね、音楽はね。ボスですね。懐かしいな。全然弱いですけど、このボスはね。あとはあれだけですよね。でもこれ、地上物を倒すね、武器だけで、ボスを戦うっていうのも珍しいよね。こっちの方は効かないんですからね。あれ全然当たらんの？当たりにくいな。あと一発。はい、倒した。2面が縦スクロール、横スクロールになるんですよね、これね。交互なんですよね、このゲームね。こっちの方が難しいんですよね。横スクロールの面の方が、このゲームは。あら、早っ。回復してなかったんや、これ。ポイント。一面クリアしても。ひどいな。ここ。二面難しいんですよね。難易度高いんですよね、二面はね。回復した。これ上がってくるやつやったな、それかな。こんなやつおったな、それかな。ここね、後半とか難しいんですよね、これ。すげえ難しいんですよ、これ。この目のやつもっと欲しいしね、攻撃ね。これちょっと欲しいですよ、この。これも乗ってくるしね、めっちゃ。おお、ああ、そっか、あった。これ忘れてたわ。やっぱ2面難しいな。やっぱ予想通り難しい。あ、しまった。失敗でした。なんか変なね、やらしい動きの敵ばっかりなんですよ、このゲームはね。本当にね、鬱陶しいやつばっかりでね。
バーって突っ込んでくるんですよね、あの時ね。こいつね。ほらほら、突っ込んでくるんですよ。もう怖っ。もう怖っ。みんな回復回復。そう、せっかく回復しても減ったら意味ないやんな。これまたあれ火が来るね、火が。火が来た。あ、やばい、やばい、やばい。いや、死にかけ。あかん、ちょっとしか回復できないな。あー、あかん。難しいわ、やっぱり。コンテナできたっけ、これ。うわ、できないやん、これ。マジか。あ、もういいや、じゃあもう。はい。じゃあこれで終わりますね。はい。ご視聴ありがとうございました。これです。ヘクターの87。お!これ、日本版と違いますね、これもね。やってみますか。あ、同じか。見た目同じですね。食らうとね、3ぐらい減りますからね、これ。すごいのがね。で、ボスですね。これで倒すんですよね、ボス。あと真ん中、なんで2つ合わせばいいんですか、これをね。むずいんですよね。二面がね、本当ね、調子がいい時しか二面クリアできないんですよね。難易度高いんで、二面はかなり。横スクロールになるんですね、二面はね。このまだ外の場面はいいんですけどね。あの遺跡の中に入ると急に難易度上がるんですよ。そこ入るとね。ここがむずいんですよね。こいつが厄介者なんですね、今の敵ね。普通に突っ込んできますからね。あの炎に当たったら死にますしね。やられますからね。あ、食らった。突っ込んでくるからですよ。今度がやばい。
来た。落ち込んでくるからね、黒点と。厄介な敵なんですよ。あ、来た。うわ、やられた。厄介ですね、ボス。うわ、ボスまで来た、でも。めっちゃ久しぶりですね、ここボスまで来たの。危ねえ、危なかった今。俺倒した。今日調子がいいわ。めっちゃ調子がいい。一発でいきましたね、ほぼね、2面ね。3面までいきました。めっちゃ久しぶりですよ、3面まで来れたのね。これ、前、実況プレイ1回やってるんですけど、その時2面クリアできなかったですからね。久しぶりですよ、3面やるのね。もう十数年ぶりの3面ですね。3面難しいんですよ、3面でね。激しくて。攻撃が激しいんで。やば。音楽はいいんですけどね、神曲で。あかん。うん、結構ヒットポイントやばいよ、ね。やばい、やられた。初めて死にましたね、一気。この面が確か僕最高だった気がしますけどね。これ確か全部で5面だったと思うんですけど、うわ、やば。だから中間ステージですよね、言うから。まあ、それですからね、弾が。厄介ですね。回復取りにくい暇もないやな、これ。2つ取っただけ。この曲はすごい好きなんですけどね、この面の。よし、だいぶ回復した。危ね、あー、めちゃ食らった今。回復。あ、これ最初からかいな。綺麗な。そうか、このゲームそういや死んだら最初からやったか。忘れてたな。ボスまで行っても最初からってのがひどいわ。バイバイ。あー、死んだ。いつの間にか集中してますな。いや、ヘクター87ね、プチプレイでチラッとやるぐらいで、終わるつもりでいたんですけど。
本腰でやってますよね。ですね、多分。あ、まだあった。まあやっぱね、最高3面なんでね、まあ乗り越えられない壁ですからね、この面は。4面僕見たことないですからね。いつもだったらね、2面で新しいにまくってから3面に来るんでね、だからもう割と序盤で3面でやられることが多いんですよね。今日ボスまで行けただけでもまだ調子がいい方ですよ。なんかゲームオーバーの曲がめっちゃ長いんです、このゲームね。で、時間も残り少なくなってきたんで、はい。じゃあ次、ヘクターやって終わりにしますね。ヘクターは最高3面なんです、僕ね。3面まで行けたら調子がいいかなっていう。2面難しいからな、2面クリアできたら、まあ調子がいいかなって感じがします。これめっちゃむずいですからね。難易度高いんだよ、これ。1面も結構むずいですからね。もう久しぶりなんで、多分5年ぶりぐらいですね、ヘクターやるの。だから、1面すらクリアできるかどうかっていう感じもします。難易度高いですから、これ。一発で死なないゲームですけど、結構難易度高いんでね、このゲーム。体力めっちゃ減るのも激しいし、これ回復なんですよ、これね。でもダメージ食らってないから、まあ。いや、でも久しぶりやな。音楽はちょっとボンバーキングに似てるというか。本当ならもっと地上部突っ壊せるんですけどね。よし、回復しました。で、こいつは気をつけないとね、やられるんです、あれ一発で。周りの、今の敵の周りのあれに当たったら一発はやる。ああ、しまった。あれめっちゃ減るんですよ。今の敵。やっぱなぁ、一発食らったらめっちゃ減るんですよ。今の敵。これ一面クリアするのも心配になってきたな、これ。下手くそ、やっぱね、覚えてるけど、体はある程度覚えてたりするけど、ちょっと久しぶりだからちょっと厳しいなぁ、やっぱり思ったより。ここで死んでたらまずいな、これ。音楽いいですよね。やっぱ、ボンバーキングに似てて。ちょうどその当時ぐらいのゲーム、同じ時期のゲームですもんね。でもこのゲームはマルチョーシリーズじゃないからな。ボンバーキングはマルチョーシリーズですけど。マルチョーシリーズは、ボンバーキングと桃太郎伝説とファザナトゥですよね。マルチョーシリーズの意味がいまいち分かってないですけど、3本だけですもんね、マルチョーシリーズはね。こいつほっといたら逃げるからいいんですよ。こいつ、うわ、また当たってもうた。あれ、避けなきゃいけないんですよね。一発やられるからむずいわ。ダメだ。もうこの年になったらダメですね。一面の序盤でやられてるようじゃダメやな。あそこに敵出るの分かってても避けられなかったもんな。しかも2回とも同じやられ方してるし。
まあ、下手くそになってますね。年々ね、年を置いてますから。5年前だってまだ40歳でしたからね。もう今46歳なんで、だんだんもう厳しくなってきますよね。どんどん下手になってきますよね。でも確かに音楽途切れないですね。このゲームも特に効果音大きいから、音楽もっと途切れてましたから、しっかり音楽が流れてますもんね。そこは違いますね、やっぱり。そこは改善されてるんですね。こいつこれ避けなきゃいけない。一応避けれた。今回避けれた。あれ避けれたらだいぶ違うんですよね。あ、しまった、食らった。地上物と空中とね、両方攻撃するから、これね。そう、この敵出してくるんですよ、またこれ。こいつ出してくるんで。あれを動けないと、これね。あかん。もうちょっとでボスですけどね。最後の残機やからな。よし、ボスまで行けたけど、体力少ない。これ2面でやられそうやな。1面クリアできたとしても、ボスはそんな強くないからいいんですよ。これだけなんで、そんな難しくないんで。はい。ボスは大したことないからいいんですけど。よし、あと1個。よし、クリア。まあ、1面はクリアできてよかったです、とりあえず。2面めっちゃむずいからな。多分無理だと思いますよ。久しぶりだから2面超難しいんで、2面クリアできたら相当調子がいい。あ、もう早速やられてるし、序盤でやられてるやん。おい、はい、昔のプレイの方が、まあ、実況プレイの方がね、3面までいってるやつあるんで、その時の方が調子が良かったなと思います。はい、じゃあ一応まだちょっと時間があるんで、あと2分モードやってみましょうか。あ、でも1面が、そうか、同じなんですね。結局同じ面なんですね。面が違う面になるかと思ってたけど、同じですね。同じ1面ですね。他のスーパースターソルジャーとかね、ソルジャーブレードとか、ファイナルソルジャーだったらね、2分モードと5分モードは面が違いますから、はい、通常の面とね。これ同じですね。まあ、ちょっとデジカメの電池が切れたら、それはそれで終わりですけど、とりあえず、その間に時間あるから、ちょっと、思ったより進まなかったな。2面のほんと序盤の序盤でやられちゃったな、俺。2面の途中ぐらいまでいけるかなと思ってましたけど、全然でしたね。今回1面で2回死んでるから、2機やられてるから、全然調子悪かった、今回。久々ですから、しょうがないですけど、もう5年ぶりぐらいですから。こいつです、こいつが厄介なんですよね。あぶね、くそ、あぶねとか言いながら食らってた人もいてる。ボスまで行けた。これタイムがあれですね、カウントされてないですね。表示されてないですね。だから2分やからそんなに多分進めないと思いますけどね。5分モードでやったら、これ早く倒した方がいいな。2分モードだからなかなかあれやな。当たり判定がね、なかなか当たりにくいんで。ああ、ここまでか。
実況プレイでこれ2分モードやったん初めてかもしれないですね。あれ？戻らないのかい？タイトル画面に。じゃあもうリセットしようか。リセットしたらここまでリセットするからな。じゃあ5分モードもやってみましょう。とりあえず。はい。じゃあデジカメ切れたらそこまでですけどね。5分モードもやってみます。はい。結局同じですよね、面はね。もう僕は点数どうでもいいんですよ。どこまで進めるかっていう、そっちの方がね、僕は、重要なんで。もう点数どうでもいいんですよ、もう。うん、5分の間にどんだけ点数取れるかっていうのは気にしないっていうか、もう、どこまで進めるかですよね。そっちの方が大事なんですよね。ああ、しまった。もろくなったな、これ。はい。結構このゲームダメージがね、かなり体力ゲージあるけどめっちゃ大きいんですよ。